疲れ様です、ありがとうございます。こんばんは。はい。さあやー、はい、今日は今日は今日も今日も疲れたよ。んもう今日はね、朝からだったの。もうさ、今日もね、すんごい汗かいたのね。メイクはすぐ落ちる、落ちるね。マスクしながら、そう、私はやってたから、しかも普通のピッタマスクとか通気性のいいマスクじゃなく、普通の使い捨ての白いマスクだから、ゲルミちゃんかわいい、男の子のアバターさんお疲れ、ありがとうございます。さあやー、はい、そう、もうね、すごかった今日は、すごかった。そう、水分ね、全然私飲み物飲まない人なんですよ。小さい頃からご飯食べる時も水とか飲み物がなくても食べられる人間なんですよ。今もなんだけど、今はさすがにね、自分の体のことを考えて嫌でも飲んでるんですよ、水分を取ってて。でも今日はさすがにいっぱい汗かいたし、いっぱい踊ったから、600ml のお茶を一瞬すぐ飲み終わった。2回の休憩で飲み終わったから、2、3回。いやー、今日は本当にね、ちょっと雷すごいぞ。本当？名古屋全然まだ、私のところはこれからかな。女の子のアバターさんお疲れ、ひまわりのアバターさん、ブホーシナモンくん、ハートダックさん、ブリさんのアバターさん、バラ、ありがとうございます。いや、もうなんかね、やばいとやりきったの感情が合わさって、なんか何でも笑えてきちゃう今。今日もね、15分配信かな。そうなの、そうなの、ごめんね。ちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃ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 んちゃかちゃんちゃんちゃ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 んちゃん。あ、そうそうそう、明日ね、そう、回ってきて、そうなの、川島からお話聞いて、10期生の沢田香音ちゃんの朝の7時からやってるショールームで出るんですよ。なんだっけ、ラジオ配信、顔はちゃんと映ってる配信だけどラジオをするショールームで出るんですよ。私初めて10期生とたくさんお話しするのが沢田香音ちゃん。そうなの、朝早い、朝の7時。でもね、聞いたら7時15分か30分くらいに私が出る感じかな。だからみんなもね、起きれたら起きて見てね。私もさ、そう、かのんちゃんの配信、そのラジオの配信を見たことがないから、どんな感じか分かんないんだよね。パピタンお隣で寝ようとしてる、かわいい。そう、自分にさ後輩ができるって、なんか中学生ぶりなんだけど私。ちょっとどうしよう、どう接していいか分かんなくて、しかも
今日も受験生のことあって一緒にやったんだけど、ね、受験生が入る前までは旧期が一番新しい期で、全員にお疲れ様です、おはようございますで敬語じゃないですか。だからまだねそれが抜けなくて、受験生の子たちにも私に敬語なんですよ。まあね、振りの確認とかで喋るときは普通に敬語なしなんだけど、ちょっとね抜けない敬語がお疲れ様です、やられたときお疲れ様です。まだね名前呼ばれたことないの私直接。え、そう敬語になっちゃう今日はねちょっと久しぶりに体を休めようと思って早く寝るの。だから配信もね早めにしたんだ、いつもより。サーヤさんと呼ばれるのかな、違和感しかない、わかるしかない。さやか先輩なら呼ばれたことあるけど、中学生の時になんて呼ばれたい。もうさあやっていう言葉しかさ反応できなそう。さあやさんなんか変だよ、さが2つあるから意味わかんない。さや姉さん、ちょっと恥ずかしいYouTuber さんなんかさやっぱ名字で呼ばれると距離が遠く感じちゃうから、あまりね好きではないんだよな。ん？YouTuber さん、入内さん、あー確かに中坂とか川島みたいにか。でも普通なのかな、ゆうゆうさんもゆうゆうさんだし、あと誰だろう、うちさん絶対反応できないさやかっち、さやかっちさん絶対反応できない。え、今日なんかお話ししようとした、え、そうそうそう、今日もねめちゃめちゃね一曲すっごい頑張ったんですよ、みんなで9期生特に。もう筋肉痛なの、腕が早くない？これ若い証拠なんだよね、筋肉痛がその日っていうかその日次の日とかに来るとっていう感じだよね。腕から、いやまあ腕は黒石しかないよねあれ、そうね。これだよ。チャラチャラチチチチャラチチャラチチチャラチチチチャチャ。モモタに会った？あったよ。おめでとう言った。お誕生日だよ、そうだよ、今日で14歳、15じゃないよね、14歳、若い、え、やば、若っ、7歳差だよ、私7歳差だよ、若い、若い。え、そう、今日さ木内りか子ちゃんいたから喋ろうとしたらやっぱ喋れなくて帰った私あ、そう、聞いてよ、聞いてください聞いてください、パジャマドライブ公演でしたっけ、私の好きな先輩2人も揃っている公演って。え、そうだっけ、そうだよねだよね、そうだよね。もうねその声が私本当に見たすぎて今日そう思ったの。え、そう、本当に見たいの。パジャマドライブ公演は何日かな、なんか自分の公演
の意思か分かんなくて、絶対見たいの絶対見たい でもやっぱさ、本当に知らない曲が私本当に多すぎて、ちゃんと知ってから見たいよね。やっぱ僕の太陽公演もそうだけど、パジャマドライブ、あれ命の使い道はどの公演だ、おじさんからだよね。去年の11周年公演で9期生が命の使い道踊ったことがある。懐かしいな、1年前だよ。10期のみくりちゃんにぜひ声かけてください。なんで今日会ったけど喋らんかった、一回も喋られなかったよ。そう、ちょっとね予習したいんですよ。あ、パジャドライブ、本当に命の使い道パジャマドライブ、見よ楽しみ、本当に本当に楽しみなの気持ち悪い、自分が一緒に出たかった兄さんなのかのさん、一回も私ないの悲しい、一回もさ、私兄さんと青春ガールズ公演1、2回、本当に全然一回しかないっけ、一緒に出たことあるの。外川さんも全然ない。あの野々垣さんが選んでくださった7、8期生さんのオリジナルっていうのかな、青春ガールズ公演で一緒だったけど、それ以外、あれひまわりのアバターさん、タコ、あ、かわいい、猫のアバターさん、野々垣さんのアバターさん、ハトザクさん、キミちゃんもタコ、ありがとうございます。そうなの、そうなの、命の使い道、確かに、そうそうそう、11周年公演の時はピオスさんが画面に出てたんですよ舞台か何かで出られないからでしたっけ。すごい懐かしい。今回はどうなるんだろう。そう、ユニット本当に楽しみ本当に楽しみ。っていうかあれなんですよ、パジャマドライブのユニット今日しっかり見せてもらったんですよ。何の曲があるのか、もうそれ見たら私がねやりたかったユニットしかなくてデモデモの涙、天使の尻尾やりたい、すごいね。犬じゃん、犬パン、パンのアバターさん、だるま、カレーのアバターさん、お花、ありがとうございますなんかさ練習してるとね、やっぱりいろんな子がいるから、いろんな子をその公演の練習してるじゃないですか。音楽が聞こえてきて、もうその曲が頭から離れないんですよ特に今離れないのがパーティーこれ詳しい振りはちょっと分かんないけど、パーティーと会いたかったらね、すぐ頭から離れないの可愛いよね。チャチャラチャン、どうやって踊ってんだろう。あ、そうそう、
そう一つ言わせてください。今日ねアバターを提出したので、いつか今月中にはちょっとアバター配布ができると思うので、その時はまた告知をするので皆さん待っててください。そうなの、楽しみなの。もうね決まったんだよ。可愛いの、私はすごい大好き。みんな使ってくれるかな。いや、みんな意外に使わなそう。まあでもいいや、私の思い出のアバターになるから1年記念で楽しみ。多分私ね、自分のアバター配布されてもおさとかおさんのアバターのまんまだと思う。そこは変わらん。じゃあどこに、そうコメントしない限り自分のアバターって誰にも見られないわけだから、そうなんだよね。うん、いいや。ね、15分経ってた。今日でいくつだろう、523かな。ありがとうございます。野々垣さんのアバターさん、いいね、ありがとうございます。みんな使う、使ってくれる。使ってね、思い出。ね、なんか記念の日とか特に揃えてくれたら嬉しいなって感じですね。はい、終わりにします。明日起きれるかな。今日絶対早く寝る。明日私は6時に起きます。支度をするので7時からですね、沢田かのんちゃんとのコラボ配信。ちょっと当日になってみなきゃさ、ちょっとやり方合ってるかわからないけど試してみますので見てください。ではカレナバタさん、パチパチありがとうございます。ではランキングを読みます。38位、どこにいる。あ、猫のアバターさん。1位キリミちゃん、2位シナモンくん、3位茶色い猫のアバターさん、4位サーヤ推しのアバターさん、5位アフロのアバターさん、6位岡田美久さんのアバターさん、7位白いアザラシのアバターさん、8位大仏さんのアバターさん、9位ひまわりのアバターさん、10位袴だっけ、これなんだろう、袴を着たアバターさん。11位カレーのアバターさん、12位、イケイケのアバターさん、13位腰のアバターさん。皆さんありがとうございました。起きれるかな、頑張るね。皆さんもゆっくり休んでください。あれ、おー、かわいい、よいしょ。あ、ちょ起きたてでした。では皆さんありがとうございました。ちょっとお目々があれですね。ではバイバイ、ありがとうございました。かわいい、ありがとうございます。おやすみなさい、ありがとうございました。